時期が迫っている。4年も続いた戦争も今ようやく大詰めなんだ。マガト隊長は最終試験をこの最前線に決めたんだよ。次なる対局を見据えてパラディ島制圧作戦の主力となる鎧の巨人の継承者をね。くれぐれも作戦通り、ジークが矛となり、ライナーが盾となるのだ。始まった。俺たちの敗北が招いた戦争だ、ライナー。しかしまた壁かよ。戦争ってよくないよな。壁はもううんざりだ。これでようやく戦争が終わる。みんなも無事だったか。ねえ、私たちレベリオの本部に帰れるんだって。それまでにこの街を回ろう。ブラウン副長、もし副長が俺と同じ考えでエルディア人を戦争から解放したいんだとしたら、信じていいのか。じいちゃん、ばあちゃん、ただいま。ジーク、立派に務めを果たしたな。いや、まだだよ。ライナー、疲れたでしょ。帰ってゆっくりなさい。そうさせてもらうよ。ブラウン副長、ちょっといいですか。毎日お祭りすればいいのにね。そうだ、俺にはまだあいつらが。よう、4年ぶりだな、ライナー。お前たちは世界を救おうとした。そうなんだろ。お前ずっと苦しかっただろ。違うんだエレン。俺は英雄になりたかった。誰かに尊敬されたかった。何なんだ、なんでいきなり戦争なんだ。あなたは自分が何をやったか分かってる。俺が悪いんだよ。俺を殺してくれ。もう取り返しがつかない。イカサ、まだ終わってない。この戦いの先に何があるのか、それを見極めるためには生き残らねえと。潜水の巨人、硬質化で何でも器用に作っちまうってわけか。潜水の巨人が現れた時に感じた違和感だ。こいつは足元から体ができていった。潜水の本体は、まずい、潜水の巨人が食われる。この瞬間を待っていた。始祖を奪還する。バカ、俺は巨人だぞ。人間の姿のまま俺を殺す気か。何をビビってんの。でもお前は力を使い果たしている。もうお前の手札は残っていない。やはりこの重機関銃武装は立体軌道にとって天敵。さすがピークちゃん、その通りだよ。そもそもパラディ島勢力それ自体にはマーレ相手にまともに戦争できる体力はないんだよ。神聖エルディア帝国の初陣はやめてくれ。大勝利だぞ。一体いつまでやりゃ終わるんだ。とりあえず俺たちはまた生き残った。殺してやる。エレン、言えば声を上げろ。大勝利だ。さ
ました。お前らにはあれがエレンに見えたか。俺は違うと思う。あいつはエレンじゃない。エレンは誰よりも私たちを思っている。みんなも分かっているはず。なんでだよ。本当にサシャは死んだのか。俺とサシャは双子みてえなもんだった。お前がサシャを殺したのか。私はお姉ちゃんみたいな人になりたいの。よくもお姉ちゃんを人殺し友達だと思ってたのに。隣の部屋へ。さあ。なんで私を守ったの。私を殺したくて仕方ないんでしょう。殺したくないよ。殺す殺すって君はそればっかりだね。誰かとそっくりだ。静かに話したい。エルディアの問題を解決するのに争いは無用だ。エレン、君と話したかったのは僕らの方さ。本当にジークやイエレナに怪獣されてしまったのか。全世界の勢力がもうじきこの島に集結してしまう。それがどういうことか分かっていない。俺はレベリオでジークと話をした。ジークは巨人についてマーレが知っている以上の知識を手にしている。俺たちが見てた希望ってのは一体何だったんだ。あの死闘の結果がこの茶番だと。自分たちには力がある。時間がある。選択肢がある。誰か信頼できる者に思想を託すんだ。君ならきっと見つけられる。見つけてみせるよ父さん。このエルディア帝国を救えるのはお前しかいない。こうなると死なねえってのも難儀だな。同情なんかしねえが。出会った時からジークは常に嘘をつき続けているように見えていた。俺は自由だ。俺が何をしようと何を選ぼうとそれは俺の自由意志が選択したものだ。あの女を信用するのはあまりにも危険です。示せ、敵はどこにいる。そこ。私はマーレを信じてない。私は一緒に戦ってきた仲間を信じている。今夜ライナー